皆さんこんにちは、リカキャプテンです。こんばんは。今日も見てくださって本当にありがとうございます。はい、今日はですね、プロクリエイトでこんな感じでアニメを描いていこうと思います。描いていくグッズが作っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、あといつもコメントとか登録とか本当にいつもありがとうございます。いいねとか本当にありがとうございます。はい、私の動画ではですね、こんな感じで楽しくですね、クリエイティブアクティビティをはいみんなでやっていこうと思ってますので、はい、結構ですね、簡単にできるものとかも紹介してますので、初心者さんでも全然安心して見ていただけるので、ぜひ登録とかよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、こんな感じでアニメを作っていこうと思います。はい、今ですね、見ていただくと、このキャラクターがビヨーンって出てきて、くるくる回って最後スーパーマンみたいになって飛んでいくのとともに、後ろの背景がですね、こうグラデーションになってるの分かりますか？はい、こんな感じで色も変えていって、なんかちょっと楽しい感じのアニメを作れたらと思ってますので、はい、ぜひ最後まで見てみてください。今回私がご提案したいのは、このですね、絵にキャラクターに色をつけていくと結構時間かかるんですよ。はい、で結構時間かかるし、もう途中でなんかめんどくさいなって思っちゃうかもしれないじゃないですか。はい、なんかそうするとちょっともったいないので、キャラクターはもう一つの色で、ただ線で描いて、はい、背景の色をこう変えてって、ちょっと楽しい感じにするっていう風に、する方法をちょっとご提案しようと思います。はい。で、一個一個、よくよくこう見ていただくとわかるんですけど、ちょっとこちらとわかりにくいので、こっちのもう一つの方に行こうと思うんですけど、はい。例えば、これですね。こういう絵がありますよね。こういう絵に、一個一個色をつけてって、さっきのパラパラ漫画を作るってなったら、ちょっとめんどくさくないですか？これ全部にやるんですよ、これ。全部に。全部のやつにこうやってやっていくとなると、やっぱりちょっと時間かかりますよね。そう。なので、ちょっとそういうのじゃなくて、背景にこうやって逆に色をつけてしまい、はい。背景の色を簡単に変える方法があるので、はい、それをちょっとずつ色を変えていきさえすれば、こんな感じで楽しく、はい、楽しい感じ、色もついてるし、キャラクターも描いてるしっていう風に使えるので、はい、ぜひこの方法だったら結構ですね、いい感じに見える割にそんな時間かかんないです。手間もかからないので、はい、これ最後まで見ていただくとそれが分かりますので、はい、最後まで見てみてください。はい、でですね、色の変え方もこうやってグラデーションにする方法もありますので、ほんとこれも簡単ですよ。はい、でグラデーションしなくても、例えばこれを1個、はい、もう1つ例えば複製して、これを例えば反転しますよね。反転するとこれとこれの逆のバージョンのその色になるんですね。はい、サイドが、はい、なのでこれを例えば何個も何個もこのセットを作って、カチ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 って変えてもいいです。はい、ただちょっと目が疲れちゃいますけど、はい、そんな感じでどっちでもいいです。どっちのやり方でもいいので、はい、こんな感じカチ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 ってやってもいいし、グラデーションにしてもいいし、でただグラデーションの方がですね、目が疲れないんですよ、見てて。はい、なのでグラデーションをおすすめします。はい、という方法もありますっていうことですね。じゃあこれから始めていこうと思います。基本的に時間がちょっとかかるだけで、基本すごい簡単です。はい、でですね、これだとちょっと原理を説明するのがですね、ちょっと今レイヤーを全部グループ化しちゃってるので、これ後で説明したいので、もっと分かりやすいサンプルを作ってありますので、はい、じゃあこれでちょっと説明していこうと思います。はい、でですね、こんな感じでビヨーンって一個一個こんな感じでレイヤーを作っていくと、こういうアニメーションになるんですよ。はい、で基本的にはもうこれだけです、やることといったら。一つのレイヤーに一個描く、もう一つのレイヤーに一個描く、もう一つのレイヤーに一個描くっていう風にしていくっていうだけです。はい、で今ですね、以前私が作った他の動画で水滴描きましょうみたいな、はい、で水滴、ただ水滴描くんじゃちょっとのね、何に使うんですかっていう感じになるので、自分のイニシャル的なやつで、はい、やっていきましょうみたいな。で自分のイニシャルでやろうって言ったくせに A 作っちゃって、全然イニシャルじゃないので、理科の A でかろじて使ってますみたいな感じのものをスタンプにしたんですよ。はい、でスタンプにやる方法とかも動画で出てるので概要欄に載せておきます。でこの水滴のも概要欄に載せておくので、後でよかったら作ってみてください。こんな感じで水滴のスタンプも簡単に作れますので、はい、でですね、こんな感じで
今こうやってピッピッピッて作って使ってみたんですけど、一つのレイヤーに一つだけ作るんですよ。ここ見えますか？はい。でもう一つで、あのこの壁にビュンって当たったっていう体にしてるので、あのゴムのボールみたいなのイメージしてるんですね、私今。はい。なのでビュンってなって、次にそっちの方向に向かってビュンってちょっと出てますよみたいな感じをこうやって作っていくと、あの結構面白い感じでビュンビュンビュンって、はい、作れますっていうことなんですよ。はい。でですね、まあ一応こういう原理ですっていうだけです。はい。なぜならなんかこうボール飛ぶのアニメ作りたいですか、みんな？別に作りたくないですよね。あ、作りたい人いたらすみません。ただボール飛んでなんか面白い感じするんであればいいんですけど、なんかこうメッセージ性が特にないので、はい。ね、あのせっかくこうアニメーション作るんであれば、自分のなんか面白いな、何、もっと違う感じのものを作る感じの方が楽しいかなと思うので、はい、ぜひ自分で描いたあのアニメとかを、アニメっていうかイラストとかで作ってみていただいてもいいと思います。はい。今このね、ちょっと説明だけなので、このシンプルな感じにしてますけど、はい。でこんな感じでビュンビュンビュンってできる。でじゃあこれってどうやって出すんですかっていうところの全容を今ここで説明しようと思います。あ、ついでにですね、ちょっと言っておくと、今これこのいろんな軌跡あったじゃないですか、ビュン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 で、それをどうやって作ったかっていうと、まずですね、これですね、ちょっとアニメーションアシスト、はい、を取ります。でこれ、この下のこのピンクのラインを自分でまず書いて、こういってビュンビュンビュンって、こうあのピンボールみたいにしていこうみたいな感じを自分でこうやってまず下書きするんですよ。そうするとこれがすごい作りやすいです。これがないとどこにこう向かってやっていくかなっていうのは結構難しいんですよね。はい。なのでもしよかったらこういう感じで作ってみてください。こういうのを作ってみたいんであれば、はいはい、ということですね。はい。じゃあ早速この作り方を説明します。はい。でですね、まず一個ずつこういう感じで一つのレイヤーにやっていくのが前提です。はい。これをどん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 作っていってください。はい。で最後に作ったら、ここアクションっていうところですね、このスパナのマークのところのキャンバスの中にアニメーションアシストっていうのがあるんですよ。はい。でこれをタップしてください。これをタップするとこれが出てくるんです。じゃじゃーんつって、はい、これが出てきて、これがパラパラ漫画のものですね。はい。で今ですね、こっからはあの入っちゃってるので、これいらないじゃないですか。はい。これはいらないので、ここは非表示で消しといてください。はい。一番初めのトップがこれになります。これで2番目がこれって言って、どん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 こんな感じで、はい、作っていきます。はい。なのでここをどん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 増やしていけば、あの必要なだけのコマ数があの発生するんですよ。はい。でフレーム追加っていうのもあるんですけど、まあフレーム追加ってただこっちにフレームが追加されるので、まあ同じ原理ですね。はい。ここでどんどんフレームを追加したらこっちがどんどん増えるっていうだけで、まあ別にどっちでもいいです、増やし方としては。はい。そうですね、私はいつもこっちで必要な分だけどんどん作っていくんで、あんま使ったことないですね。はい。ただこの間に例えば入れたいんだっていうんであれば、はい、ここで作ってもいいですし、で作っていらないなと思ったらこれですね、削除。はい。で一つ複製つけたいなと思ったら複製。はい。でここがもう一つあるので、結構ここを例えばいっぱい複製すると間延びした感じに最後なります。こうやって見てって、ここら辺見といてください。ここ今ビューンってちょっとねちっこい感じになったの見えました。ここちょっと止まってるじゃない、ビヨンビヨンビヨンって。はい。なので同じものが3つとか4つとかあると、こんな感じの少し止まった感じの演出も可能です。はい。あとですね、ポイントとしては、例えば今ちょっと描画アシストを取りますね。はいはい、取ります。で一個一個例えば見ていくと、こっからここまでの間にすごいスピードを出したいんであれば、コマ数を減らした方がいいですね。例えば1個減らす、今だったらこの間に2個入ってるんですよ、1個2個。はい。だけどこっから始まってビューンってこっちに行ったみたいにしたいんであれば、1個減らした方がスピード感が出ます。で何個も何個もやるとここがすごいゆっくりになるんですよ。はい。
で止まった時に少しあの速度が落ちるじゃないですか。だからここにあの何個かをあのまとめてます。こういう感じで。でこっちにビューンって行く時にここら辺はあのちょっとコマ数を増やしてるんですよ。だけどこっちここら辺はスピードがついてるんでちょっと間を空けるみたいなあのなんですかね、演出も可能です。はい、そうなんですよね。だから結構面白いですよ。自分であの作ってみて、考えながら作ってみると、はい、で今みたいに何個も何個もあるとちょっとベターって感じになります。はい、というのがまあ原理です。はい、なのであの感覚としてはあのすごいシンプルですよね。はい、あとここに設定とかあるんですね。はい、で設定をタップするとフレーム秒って、あの1秒間に何フレームみたいな感じで、例えば小さい数字にするとすごいゆっくりになるんですね。こんな感じでビュン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 って。だけどこれをあの上に上げていくとすっごい速くなります。もう最大だとなんだか意味が分かんないです面白いけど意味が分からないはい、そんな感じでね、あのいいんじゃないですか。なんか最近あのツイッターとか見るとなんかハムスターの可愛いのいっぱい、あのアニメっていうか何ですか、イラストを描いてる人いらっしゃいますよね。こういうのあのハムスターでやったらすっごい可愛いと思います。はい、結構あのバズっていただいたりするかもしれないです、わかんないけど。はい、なのでそんな感じで、ここはそんな感じです。あとオニオンスキンっていうのはあの2番目のもの、あの2番目というかその過去のものがどれだけこう残像として見えるかみたいな感じなんですよ。はい、なのでこんな感じで、はい、オニオンスキンが例えばこうやって全くないとこのこれだけで、もう一つあるとここら辺とかこうあの前後のものがこういう感じで、はい、あの今までのものがこう過去のものがどんどん出てくる感じ、はい、でちょっとつながって見えてくるみたいな感じですね。でスキンの不透明度っていうのがこうやってこうあのなんですか、どのぐらいの濃さにするかっていうところですね。はい、でゼロにしちゃったらまあオニオンスキンのフレームもまあゼロみたいなもんですよ。はい、そんな感じですね。あとですね、メインフレームをブレンドとかここら辺とかがですね、あの多分あのレイヤーのブレンドモードみたいなやつなのかな、ちょっとよくわかんないんですよね。第2のフレームにカラーをつけるも意味が分かんなかったです。これなんかあのちょっと黄緑とかになるじゃないですか。あ、じゃあこんな感じでなんか色ついてくれるのかなと思ったらなんか別にあのそうでもないんですよ、うん、なのでちょっと意味が分かんなかったです。はい、ということでまあ意味わかんないから後ほどあのちょっと研究はしときますけども、あのあんま関係ないので、はい、あの自分の好きな色を最後つけちゃうので。あとですね、あのこちらの最後このワンショットループピンポンっていうのがあるんですけど、これがですねあのループだともうずっとずっと続くんですよ。はい、でワンショットだともう1回で終わりです。始めが終わった、もう始めたところからもう1回で終了です。はい、であとこのピンポンがあの一回ですね最後まで行ったら今度戻ってくる感じになります。はい、で今は逆に戻ってますよね。はい、なのでこれを選べます。はい、キュンキュンキュンって、はい、で私がこの作ったバージョンだとピンポンはちょっと不自然な形になるので、はい、私はループでいいかなと思ってます。あのずっとずっと続く、はい、でワンショットだとまあ一回で終了みたいな、ここで止まってくれますっていうか、あっという間に終わります。はい、というのがまあ原理ですね。なのでここをバーってやって一個一個やって、あの自分の中で頭の中でまず構築して作りますよね。あとはもうこのスパナのところのアニメーションアシストをタップしてオンにする、であの自分で好きな秒にする、オニオンスキンフレームどうするかとか、はい、残像のことですね、どうするかとかをやっていただくだけです。はい、で気に入ったのができました。できたら今度はあの出力して例えば何かに、投稿するとか、はい、自分の、ね、LINE とかで友達に送るとかしていただければいいと思う。でその、ですね、共有の仕方はいつものようにこのスパナのところ共有をしたらここら辺にいろいろあるので、アニメーションどれにするかっていう、はい、で GIF とかですと、まあ、GIF でもいいんですけど結構ですね、ファイルサイズが大きいんですよ。44MB。 はい、でアニメーションの HEVC っていうのがあって、これだと結構 441KB なので、こっちの方が小さいですよね。はい、そうなんですよ。なのでちょっと別にそんなに
そんなに大きくなくてもよくない？みたいな時がある、あると思うので、はい、なので、まあ別にいいと思います、そんな大きくなくても。あとですね、このウェブ対応っていうのがあると、今これ 440KB なんですけど、ウェブ対応だと 22KB でもさらに小さくなります。はい、よくFacebook とかいろんなやつでこういう自負アニメありますよね。あれって結構ちっちゃいし、画質悪いじゃないですか。多分こういう系ぐらいな感じだと思います。で、ここでも一応なんかいろいろ設定ができて、例えばフレーム、はい、もう どのぐらいのスピードにするかとかもできますし、あとですね、この透明な背景って言って、背景を消してアニメだけが動くようにもできます。はい、じゃあそんな感じでですね、好きな感じで、例えば OK、じゃあこれでいいな、もうウェブ対応でいいよ私ってなったら、とまあ、例えば書き出すって言って書き出して完了でございます。で、好きなところにタップして入れればいいっていうだけです。はい、結構簡単ですよね。はい、そうなんですよ。あとは何を書くかっていうのが結局そこになるっていう。はい、で今回私ですね、こういう感じで背景を書いて、でさらに何ですか、この自分で書いたアニメーション、はい、もイラストもこんな感じでつけてみました。でこれのやり方をご説明したいと思います。はい、でですね、ちょっと今一瞬ぐちゃぐちゃで怖いんですけどってなりますよね。怖いですね、わかります。私も一瞬こんなになっちゃいますみたいな感じなんですよ。はい、でまずですね、まずこういうのを作るんですよ。はい、でまず私が作ったのはこれですね。これを一番最初に作りました。はい、この背景を、まあ、お好きなものを作ってください。はい、でどういう風にグラデーションにしていくかっていうのは結構これも簡単で、まずこれを基準のものを覚えておいてくださいね。自分がこれを一番最初に作ったってなったら、まずこれをタップして調整ボタンで色相彩度明るさにして、でここから5ずつ上にも下にも行って全部作るっていうだけなんです。はい、どういうことかって言ったら、今1個目作りましたよね。1個目作りました。そうしたらですね、これを複製してください。でこれが0です。基準がプラスマイナス0のものです。で1個上を今度プラス5にします。調整ボタンで明るさでここプラス5にするから 55% にします。はい、そうするとちょっと色変わったじゃないですか。黄色から黄緑になりましたよね。はい、そうしたら今度プラスマイナス0のこの黄色のものをもう一回複製します。でこれをこのさっき作った55の上に持っていって、これを60にします。はい、あくまでもプラスマイナス0からいじってください。はい、でこっからまた調整ボタンに行って、色相彩度明るさに行って、さっき55ですよね、55だったけど今度60にします。はい、60にしたら黄色、黄緑、さらにちょっと緑の強い黄緑みたいな感じでグラデーションになっていきます。はい、これをただ繰り返していくだけです。もう一個作ります。はい、でこれをギュッてこの55、60の上に作ったんで、今度これを65にするよっていうことですね。はい、65。はい、そうすると黄色、ちょっと黄色みのある黄緑で、もうちょっと緑に近い緑みたいな感じで増えていくっていうことなんですよ。そうなんです、ただこれだけをとりあえずやっていって、逆も同じですね。このプラスマイナス0をコピーします。でそのプラスマイナス0の下のものを今度色相彩度明るさにいって、はい、でここを45にする。はい、っていうと今ここが45になりましたっていうことですね。はい、元の色がこれです。で次の色がこれですっていう風にどんどんグラデーションができていくんですよ。はい、すごい可愛いと思います。はい、そんな感じでグラデーションできました。確認の仕方としてはキャンバス行ってアニメーションアシストのとこ行きます。はい、でこの場合はこのまずこれがパラパラパラってグラデーションきます。でアニメーションのところがきます。はい、でパラパラってこういう風になってますよね。こういうんじゃなくって、やりたいのはこの背景にさっきのアニメーションの1個目の手をですね出していきたいんですよ。これを出していきたい。なのでこれの合体のさせ方を今からご説明したいと思います。はい、
でですね、まず、全部ちょっと表示しますね。はい、全部表示にします。で、ちょっと描画アシストじゃないや、アニメーションアシストを1回取っときます。はい、そうしましたらですね、この手をですね、一番下のここに持ってきます。で、一番下から上に向かってどん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 アニメーションが作られていくんですね。はい、で、これだと合体されてないので、今ですね、ここをグループ化します。はい、グループ化します。で、またこっちの2番目の絵を2番目の背景に持ってって、これをグループ化します。はい、でですね、絵をですね、直接この背景に描いちゃってもいいんですけど、そうすると失敗した時に消すのが大変なので、はい、消すの大変つうか、まあ、もうめちゃめちゃ無理じゃんっていう感じなので、はい、なのでですね、まず違うレイヤーにどんどん描いていきましょうっていうことですね。はい、で、これをまずグループ化しますっていう風にしてってくださいねってことなんですね。ちょっとさっきのこれですね、こんな感じで一つ一つの背景のところに絵が出てくるよっていう感じになるんですよ。こんな感じで、はい、そんな感じのやり方です。で、絵のですね、自分のそのイラストを描くときのそのポイントをちょっとお話ししようと思います。はい、例えば今まあ、1個目の例えばこうスーパーマンを描きました。はい、1個目でもないか10個目ぐらいのスーパーマンを描きました。描いたらですね、次もう一つ上にレイヤーをつけるんですね。で、ここに書いていきます。で、書いていくときに背景をちょっと不透明度を下げて、これの上にこう一応つながるような感じで絵を描いていった方が、こう動きがこう一連の流れになりますよね。はい、なのでこんな感じで不透明度を下げて、で、次にこうどんどん自分でいろいろ描いていってくださいという感じなんですよ。はい、ここですね、こんな感じでこうやって不透明度、ちょっと不透明度下げすぎたな、はい、下げすぎたんで、はい、ここ今ですね、こう不透明度をここ下げました。で、その1個上にもう一つ書きます。で、これを見ながら少しこんな感じで書いてってくださいってことですね。シューってシュッシュッシュッ、そうするとここがこうキュッて回ったんだなみたいな、こう一連の流れになるっていう感じなんですよ。はい、なのでこういう感じで一応透明度を下げると分かりやすく描けるようになります。はい、というのがですね、ちょっとポイントなぐらいで、あとはもう自由にどんどん描いてっていただければいいだけの話なんですよね。そうなんですよ、まあ、これ描きました。で、次これ描きますみたいな感じで、で、あんまり細かくですね、くっついてないです。すごい本当のアニメみたいに滑らかにするともう足りなくなるんですよ、レイヤーが。はい、なのでこんな感じで自分でこう、まあ、ある程度パラパラ漫画になってればいいやみたいな。はい、例えば急に手から急にいきなりこの絵になったら意味わかんないじゃないですか。はい、でもだいたいここら辺から、まあ、こういう風な形になっていってもおかしくないなっていうのを、はい、見極めながらやっていけばいいので、はい、そんな感じでよかったら自分でもいろんな絵をちょっと描いてみてください。はい、で、最後にスーパーマンのこんな顔の形に、顔の形っていうか何ですか、はい、ビューンってきて最後にアップで終わるみたいな感じにしてあります。はい、なのでそこら辺はね、もうご自由にぜひというだけです。はい、なのですごいパラパラ漫画はすごい簡単というか時間はかかるんだけど、考え方は非常に簡単です。はい、そうなんです。だからここアニメーションで、これで、まあ、自分の好きな秒数にして、で、あとは再生するだけ。そうなんですよ。で、自分の例えば同じそのレイヤーグループの中に文字を入れておきたいんであれば、例えばどん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 文字を入れてって、文字がこう増えてって、はい、楽しいなっていう感じのものもできます。で、今度文字のやつとかもちょっとやってみようかなと思います、アニメーションで。はい、
なんかこう意味のある使える自分なりのものを作った方が楽しいので、はい、という感じで今日も見てくださってありがとうございました。はい、じゃあこんな感じですね、簡単にグラデーションを変えてなんかパッと見いい感じにできるような、はい、テクニックを、はい、今日はシェアさせていただきました。今日も楽しかったなとか少し犬が役立つ情報あったなと思ったらぜひいいねボタンと登録とかよろしくお願いします。はい、じゃあ今日も見てくださってありがとうございます。じゃあね、またね、バイバーイ。